どうも、皆さんこんにちは。フジピコです。今回はですね、こちら、約4ヶ月ね、経過しましたバシリスクカメレオンの卵なんですけれども、ちょっとね、一回見てみましょうか。はい、現在こんな感じでね、結構パンパンにはなってると思うんですけど、ちょっとね、こちらの卵、これ本当にね、有精卵なのかどうか、ちょっとある方法をね、使って、ちょっと検証してみたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。はい、ということで今回ね、使用するのがですね、キャンドリングというね、方法でね、要するにね、この卵にこのライトを当ててね、これ例えばね、この iPhone なんですけど、こうやってね、下から当てればね、結構血管とかが指の中こうやって透けるんですよね。これの原理でね、卵、はい、有精卵だったらね、血管とかがね、はい、発生してるのが見えるらしいんで、ちょっとね、見ていただきましょう。はい、じゃあちょっとね、大きそうなやつ、これ一個ね、はい、上下だけね、変えないように、はい、ここにね、iPhone の上に置いて、はい。さあ、どうですかね。これどうなんですかね。なんかね、それらしい発生は全く見えないですね。血管とかもまあ全然ないし、オレンジっぽい色味ですね。ちょっと次も見てみましょうか。ちょっと向きだけね、変えないように。はい、これで同じような感じですね。特別大きそうなやつ、プリッとしてるやつが、これが割と大きいかな。これどうです？真ん中にちょっとなんかぼやーっと赤い、影みたいなのはありますけど、ちょっと初めてなんで何分、これってどうなんですか？ちょっと教えてもらっていいです？ひょっとしたら無精卵の可能性が全然ちょっと出てきたなっていう。これ無精卵でもこんな4ヶ月も健康な状態で、っていうかいい状態でいるもんなんですかね。一応42個産んでね、うち全部今のところね、はい、全く同じこんなプリプリなんですよ、全部。1個もかびることなく。なので、有精卵かなと思ってたんですけど、ちょっと次のやつも見てみましょう。はい、こっちの方ですね。はい、同じ感じでね、めちゃくちゃ良さそうなんですけど、状態は。じゃあちょっと、これは真ん中のやつちょっと見てみましょうか。気持ち確かにね、真ん中の方に赤い、こう、もやもやっとしたのがあるけど、こういうことじゃないの？違うんすか？やっぱりこっちもね、はい、ちょっとだけ4個ぐらい見てまいましたけど、だいたい同じ感じですね。で、最後ね、はい、もう一個残ってる。はい、こっちはね、インキュベーター外で、ちょっと室温でね、管理してる分なんですけど、これも、はい、卵の状態的には同じようなもんですね。あー、これはでもなんかちょっと、ねえ、赤い線っぽい、血管っぽいのが見えるような気もしなくもないけど、こういうことじゃない？違います？これもうちょっと暗いところでね、見てみたんですけど、どう思います？なんとなくこれはね、はい、表面ちょっとこのね、ピシッとこの赤っぽい入るのが見えるんですけど、これが血管？違う？こういうことじゃない？はい、まあ、ちょっとね、詳しい方、はい、ぜひコメントで教えてください。ということでね、パンサーカメレオンのね、ユビくんのね、卵はやっぱり結局無精卵でした。はい、もう2日後ぐらいにはね、ほとんどがカビてね、はい、全部ね、はい、しぼんでしまいました。なのでね、この子たちがね、有精卵だったらいいですけども、まあこれからもね、ちょっとこのまま、はい、しばらく様子見でね、はい、管理していこうと思います。はい、それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、あとコメントね、マジでちょっと教えてください。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。